松山秀明は、和歌山県伊都郡久戸山町出身の元プロ、野球選手、プロ野球コーチ。PL 学園高校では、清原和弘、桑田雅美の経験コンビと、同期、3年時には首相を務め、共に、PL 黄金期を築いた。1985年春の選抜に三類種として、出場。準決勝で、渡辺富夫を要するイノに敗退。 同年夏の選手権では二塁一種に回る。この大会は順調に勝ち進み、決勝で宇部賞を下し優勝を飾る。この試合でさよならヒットを放ち注目を集めた。同期では他に、今来るス成功、匠正弘がプロ入りした。卒業後は、青山学院大学へ進学。当都大学野球リーグでは同期のエース吉田直樹を養子。 1988年周期リーグで年間のリーグ初優勝を経験。翌1989年は1年下の奈良原、広史と2遊間を組み活躍。同年周期リーグでは2年下の高校後輩である岩崎光弘の高頭もあって2回目の優勝を飾る。リーグ通算102試合出場、369打数87、アンダー、打率、236、 7本塁打、40打点。ベストナイン2回受賞。1989年のドラフト5位でオリックスブレーブスに入団。背番号は現役引退まで4から変更が一度もなかった。なかなか1軍に定着できなかったが1992年にはシーズン終盤の8試合に2塁一種、3塁一種として先発出場。1995年は 福良淳一の故障欠場もあって14試合に先発するが、レギュラーには届かなかった。1998年限りで現役引退。1999年から2001年までは、オリックス1軍内野守備走塁コーチを務め、2002年は阪神タイガース1軍内野守備走塁コーチ、2003年から2004年までは、阪神2軍内野守備走塁コーチを務めた。 2005年に再び一軍内野守備走塁コーチとして、オリックスに復帰し2011年9月16日以降は三塁、ベースコーチから外され、10月29日に来期の契約更新をしないと通告された。2012年からは、韓国プロ野球、キアタイガースの守備走塁コーチを務めるが、同年限りで契約終了となった。2013年からは、千葉ロッテマリーンズの二軍内野、 守備総類コーチに就任。2015年より一軍内野守備総類コーチを担当。2017年10月11日に、来期コーチ契約を行わないことを通告された。2018年より福岡ソフトバンクホークスの二軍内野守備総類コーチに就任する。2020年12月3日、3軍内野守備総類コーチに配置転換されることが、発表された。 現時点では大学を卒業して、プロ入り以降、一度も現場を離れたことがない。1985年のドラフト会議で、読売ジャイアンツから指名がなく、放心状態だった清原に最初に声をかけたのが松山だったという、気分転換にと二人でキャッチボールを行った。この二人は2006年から3年間、選手とコーチとしてチームメイトとなった。 長男も PL 学園野球部に所属し、2012年には首相を務め PL 学園史上初の親子首相となったが、甲子園には出場できなかった。ありがとうございます。